続いて浦安の舞です。昭和天皇御世雨土の神にぞ祈る朝なぎの海のごとくに波立たぬよう。浦安の舞は現在全国の神社で舞われている代表的な神前神楽です。当神社でも春と秋の例大祭や御神楽の儀といった重要なお祭りでご神前に捧げられています。昭和15年に紀元2600年をお祝いして大野忠友氏によって振り付け作曲されました。昭和天皇の御世や浦安という言葉には心の安らぎや世の中の平和を願う気持ちが込められています。曲の前半にはお祝いの象徴である扇を用います。後半は扇から鈴の舞に変わり神々と人との触れ合いが示されます。小曲は十二人絵を参考にして作られました。中心の意味です。